どうも、うちもかいさんちこさきじゃねです。今日ね、地元の魚買いました。地元というのは嘘です。地場の魚、ヒラメお刺身下北さん、100g あたり138円。これ税込みでね、このでかい身がなんと369円っていう、もう意味が分かんなくって、ヒラメって高い魚だよなとか思ったんだけど、なんか安かったからこれを買いました。これは切って刺身にするだけ。それともう一個は、これも同じくして、下北さんマシラコ、100g あたり128円、 224g。 これがあの例のなんだっけ、プリン体の宝庫でね。これね、加熱用って書いてあるんだけど、前もね加熱用って書いてあるやつで、あの白子ポン酢、まあ半茹でみたいなやつで食べて、あの腹壊さなかったんで今日もそれでやります。ただあの皆さんはや、あの自己責任でお願いします。もし白子ポン酢やるんだったら、加熱用はなんかそこまで新鮮じゃないとか言ってたけども、これ結構新鮮に見えるんだけどな、多分俺これ大丈夫だと思うわ。ってことでやっていきます。全く取ってなかったの。ちょっと待って、これ、タラの白子パック破けてるけど286円買ったんで、新鮮なやつを買いました。あ、取ってたよな、そこは取ってるよな。白子ちょっと今から、茹でる前の準備していきます。とりあえず塩水で洗います。うわ、これひとまとまりか、すげえな。これよ。で、血管はどこ、これ切った方がいいな絶対な。この辺の血を取っていくっていう細かい作業があるんだけど、一口大に切っていくか。ちなみに横では味噌汁になる予定の味噌煮みたいなやつを作ってます。まあ野菜いっぱい入ってるやつ。白子入れちゃいます。沸騰したんで、まあまた例によって鍋ちっちゃくて温度めっちゃ下がっちゃうから、まあ1分から1分半っていうんだけど、まあ、2分ぐらいやっときますか。まあやりすぎるとつまんなくなっちゃうんで、これで。ほんでそれを酒と水のミックス溶液に入れて酒で洗うみたいな感じ。ふう、さすがにでかすぎる感じすんなこの辺これあともうキッチンペーパーで拭いて、あとは食べるだけです。ちょっとビビって火入れすぎたね。あとはネギ買い忘れたんで、大根おろしとポン酢だけですまあでも白子ポン酢はなんか実際このポン酢がうまいみたいなとこあるよね。ご飯ね、炊けるのすごい時間かかって待ってた、しばらく。その間になんかおろしじゃない、なんか白子ポン酢もなんかダラダラになってきちゃった。まあいいや、食べます。いただきます。まずはちょっと白子ポン酢食べてみるかどうかな、ちょっと火入れすぎた感じはあるけど、うんうん、うまい、うまいけどいろんな液が出てる。ちょっと待って一回ちょっと汁捨てよ。ポン酢ジャバジャバして食べたいわ。ポン酢が食いて、まあいいやそしてヒラメ、ヒラメの刺身かっこ特大、あ、なんと切れていない。ヒラメの刺身の一切れをこうやって食べるという人はまああんまりいなさそうではありますが、これを一口で食えねえなさすがに。うん、ヒラメだわ。なんか久しぶりにご飯炊いて食べてるな。ちゃんとヒラメだ、おいしいおいしい。あとちゃんと切ればよかった。
うん、あまりに安かったからちょっとなんか今荒探ししてんだけど、普通にヒラメっぽい。なんかこれはお味噌汁ね、スーパー野菜味噌汁。これだけアップにしとくと、これ全く自社ない気がするわ。これはなんだろう、人参、大根、えのき、ネギ、玉ねぎなどが入ってます。あとそれを味噌で煮たやつ。最近なんかこういう味噌煮的なやつが登場してないもんね。昔よくやったんだけど、最近鍋とか言ってたからな。うん、あとキャベツも入ってます。そういえば、このヒラメの粗探ししてんだけど、値段安かったから普通にうまいな。何なんだろうな、やっぱヒラメとかタイは安いんだよね。やっぱ取れるんだね、たくさん。うん、でもまあちょっとでかいからなんか俺の切り方が悪いのか、なんかギュッと身がこう締まってる感がないな。分からん、これは俺の切り方が悪い説も十分にあるから何とも言えんが、アホみたいにでかいヒラメだけ刺身で。まあちょっと強烈なカメラ目線入りましたけど、うん、割とね魚は多分ねこっち安いね。ヒラメ、タイ、まあ、他の魚も全部大体安いかな。うん、うまいな。あの西側の方、海岸沿いの町も行ってみたいんだけどね。そうそう、春だな。感じるな。恐ろしいプリン体を感じる濃厚な味だ。白子なんだろうね、いつぐらいから美味しくなったんだろうね。25くらいからなんかうまいってもんになったな。今年は特にね、多分タラがいっぱい取れてるから、タラの白子はいっぱい出てくるだろうな。どこだかの港だと平年の10倍だったかな。なんか本当にものすごい取れてるらしい。でも食べたのは半分。そうそう、うん、半分も食べ過ぎだよね。半分食べて、多分1日…え？プリン体は本当気をつけなきゃ。ああ、そうだね。って言いながらこれ食べたけどね。半分でだいたい1日に摂取する上限のだいたい 100% なんで、それ以上食うと多分アウト。まあ他の食材には入ってるから多分アウト。なんだ、なんか気分が上がんね。なんだ、
なんか分からんけど分からんな。なんだなんだなんだ。謎の疲れを感じる。謎のお疲れ精神。まあ謎でも何でもなくね、この日はまあちょっと仕事で外行って、その後ずっと仕事してたんで、多分その仕事疲れだと思うわ、今思えば。やっぱりなんかあれだな、パソコンの前にこうずっと座ってなんか作業やってると、それなりにやっぱりメールね。やっぱお外行ってないしな、この日な、あんまり。いや、なんかみんな運動不足だって言ってるよ。まあ、うまいからいいけど、さすがにヒラメ飽きるね。こんだけあると、こんだけあるとね、ヒラメ、あのヒラメさんでもね、飽きるね。もうちょっとなんか調理方法を考えるとか、こうなんかした方が良かったかもしれない。まあ、だよね。確かあの表記だと 250g かな。250は結構だよね。うん、もちっと少なければ、うん、いいんだけど、ちょっと多いね。まあでもそれでも350円とかだもんね。まあ、まあまあまあ値段が安いから買っちまったし、まあ別に後悔はないんだけどな。やっぱ刺身はいろんな種類やっぱ盛り合わせで食べるっていうのがやっぱいいね、結局ね。あ、醤油飲んだ。こいつそういうのんだな今。あ、どうしたんだろう。あ、そうだ、これ携帯をね多分なくしちゃったんだわ、すいませんね、ちょっといなくなっちゃった。まあ何事もないように戻ってきましたが、ここで私がよくある携帯電話なくす話をすると、あのね、家の中でもまあ携帯電話ってねすぐなくしちゃってさ、どこいたかなってのが分かんなくなっちゃうね、迷子になっちゃって。で、迷子になって、あ、どうしようっていう時に、なんだろう。こいつも撮影するの忘れてるぐらいの勢いだな。まあでもこれは割と一人で飯食ってる時こんな感じだわ。なんだろう、本当どこ行ったか忘れちゃうんだよね、置き忘れっていうのをすごくしちゃって。だからよくやるのが、そのパソコンから iPhone の場合だと、iPhone を探すっていうのがあって、それを使うとそのパソコンからなんだろう指示を出す。